皆さん、こんにちは。本日お話ししたい本題に入る前に、一つ質問があります。この文句は聞いたことがありますかなぜ日本人は物事を決めるのにあんなに時間かかるのか私は何度も聞いたことがあります。私は、その議員は社会構造にあると思います。 今日私は縦社会そして集団主義についてそしてその構造の,あのビジネスへの影響についてお話ししたいと思います縦社会とは地位の上下関係を重んじる社会を意味し横社会とは対極です日本は縦社会として知られています ああこ,のこ,この構造はビジネス上いろいろ影響を及ぼします日本人は社会人になった時いろいろマナーについてを勉強するそうです、うん、例えば赤順という複雑な世界があります実は欧米にも赤順の伝統はありますが それはあの日本でいう誕生日席が一番偉い席になってだからお日本にいる欧米人はわざと誕生日席を避けようとして間違って上座に座ってしまう可能性があります私はとりあえずいつも端っこを狙うようにしていますもしあそこが空いていなかったら 微妙に扉あったりでうろうろしてしまいます。残念ながら私は席順に関してはまだ卒業できてません。うん、横社会はかか簡単に言えばあの平等を重んじます。その概念はわかりやすいですが、日本人にとっては 実際横社会に身を置くことは難しいと思います。日本人は別に不平等が好きなわけではないと思いますが、すぐ自分の意見を言い出す人はうんざりするでしょう。うん、でも、国際的な職場に、 入るとそのわざわらしさはもしかしてはっきりしたコミュニケーションを大事にしてるということもあ,あるかもしれませんしかし国民性に問わず中には本当にわざわらしい人もいますので気をつけましょう縦社会に比べて集団主義は説明しにくいです 個人主義は個人の自由や考え方を重んじるということで、集団主義はその観点から見ると、正直言ってめんどくさいことはたったあります。いつも他人を優先しなければならず、息が詰まりそうなこともあります。その例の一つとしては、日本の一面問題が挙げられます。 日本の集団主義にはそのネガティブな面もあります。その一方、もう一つの集団主義の例としては、電車の中,のお電車の中にいるお母さんは必ず子供に靴を脱がせることが考えられます。次に座る人のことを思って 汚さないいようにしていますそれは集団主義から来るものだと思います職場で起こる集団主義はいろいろな例があると思いますが今日私は人事の制度と意思決定についてお話ししたいと思います人事における集団主義として 人事における日本の2つの制度は新卒一括採用とあと終身雇用があります卒業してから死ぬまでずっと同じ人と一緒に働くとは、まあ、それは集団を重んじるのは当然ですうん 現代の個人主義なら会社をいつか辞めることを前提で自分のカリアを考えなければなれません欧米の会社では不景気になるとクビになる可能性もありますそれは日本であんまりないことですね終身、うん、雇用は安定ができますが 融通が効きません欧米の会社では自由はありますが不安定です、うん、もう一つの職場で起こる集団主義の特徴はボトムアップ型意思決定です日本では下はアイディアを出してみんなの意見をまとめて上に提案して 業務の方針が決まります多くの欧米の国にはトップダウン型意思決定があって上司は方針を決めて部下が従いますさて私の最初の質問に戻りますなぜ日本人は物事を決めるのにあんな時間がかかるのか 日本の社会構造に慣れていない人はすぐ縦社会のせいにします。助走部の答えを待たなければならないのでそれは上下関係の問題に見えます。しかしその議員は縦社会ではなく集団主義にはあると思います。ボ,ボトムアップ意思決定なので日本の会社では 物事を決めるまでちゃんと寝回したり、臨機を通したりします。比較的時間がかかりますが、プロジェクトができるなら反対する人はいないはずです。トップダウン意思決定ならスタートが早くても、後で問題が出るかもしれません。うんお 両方の講座にはプラスとマイナスがあります。今回の私のスピーチはちょっと変わってるテーマなので、なぜ私は社会構造にしたか説明させていただきます。他文化での職場で働くと、どこまでが個人の考え方で、どこまでが育った環境なのか、非常に分かりにくいです。 縦社会と横社会、集団主義と個人主義は全て説明できるわけではありませんが、日本と欧米の文化の差は少し説明できますので、面白いテーマだと思います。グローバル化でどこの職場でも国際的になっていくはずので、な,なっていくはずです。 国によって常識は異なるので自分の物差しで人を評価できませんあの人は KY だと簡単に言えません文化的な背景を考えた上で協力し合いましょう本日ご清聴ありがとうございました スーザンさんありがとうございました意思決定に時間がかかったり、えー、おかしなところあの席を座った時に靴を脱がしたりとかいうおかしなところがたくさんある日本なんですけども日日本や日本や人の好きなところって何かかありますかいやあのそれは別にあの好,き好きじゃないわけではないんですが逆にルールがあって、まあ、とりあえず私はここで座ればいいのが。 はっきり知ってて欧米,より欧米の自由に比べると分かりやすいと思います。でも私は日本人が好きなところはさ先ほど説明させていただいたあのお母さんが靴を脱,であ脱がせることそういう何ですかね日本の完璧主義さが好きですあの。いつも全部がぴったり でみんながそれに頑張るのがすごく好きですそして日本語を学んで何か人生変わったりしましたかああのいろいろ変わったりしましたが、まあ、もちろん私は三井物産で働いたのが日本語を勉強したおかげであの入りましたのででも私は日本語を勉強した理由はあの高校にはそんあ日本語と日本語と フランス語しかなかったんですがその後に文部に日本の文部科学省の奨学金制度で日本に実際に勉強しに行って5年間住みましただから私はあの、まあ、年を取ったななんですか、ね、大人になったのが日本に行った時期だから私にいろいろな影響がありました。 あのお話の中であの日本企業とイギリス企業の違いで、はいえー、日本企業はどちらかというとボトムスアップでみんな根回しをしてそれから上に持っていくと欧米の企業はトップダウンで上から命令みたいにして下に降りてくると、はい、そうすると今日本企業が三井物産も含めて三井物産に限らずですね たくさん欧米に出てますけどもやっぱりあれですかね日本の企業のやり方を欧米に出てきて,て,も,来ても踏襲しているというか続けているんですかねそう思いますか。はい日本の企業はやっぱり日本の制度が残ります。あの リスクを考える時だとジューディレジンスのプロセスはすごくあの他の国に比べて時間がかかりますそれはあの私,のあ私が勤めてる会社ではなくだけではなくいろいろなところと話して日本人についてそういう評判がありますだから私は今日のスピーチをそれに基づいて考えましたが まあ、例えば私はアフリカに行ってた時に投資案件を調べに行っててでアフリカ人でもなぜ日本人は OB 人より時間かかるのかと聞かれたりしててそれが面白かったです面白いというのはそれはかなりいいことだと思います <laughs> いやーどうですかねあの <laughs> いいところとあの難しいことがあります いいことは投資してから日本人はそ,それから、あのー、変わらないもう案件を決めてからもうそれに決まってるから行いますでも欧米の場合だとトップダウンだと上の人はそれが内サイ,イディアと思ってても下がそう思ってなければずれてしまいますそういう時どうするんですかねそれは それは、はああ、あの、の、やりながら直しまます。はい、まああのどっち。どちらにもプラスとマイナスがあると私が言いましたがそれはあの、うん、安定して実行するだけかもう、相手が興味なくなる前に決めて行うのかまあ、どちらでもいいポイントと悪いポイントがあります。 あの両方取るわけにいかないんですが将来はどうなると思いますかね、はい、国際的グローバル化が進んで<ー>日本企業も国際化と言ってますし欧米の企業も中国アジアにどんどん進出してますけどもなんか両方を兼ね備えたようなシステムっていうのはあるんですかねいいいやどどううですかかかかかねあのもしこここれれらグローバル化がが続くだととはは私りませんが 多くの m b a が出してる大学はあの欧米ですねだからあのすごいあのなんですかねいい会社に入るとアジアのすごくいい会社に入ってても自分のビジネスについてのお勉強するだと欧米に出てお勉強して帰るだからそ,れその方の影響が強くなってくるはずです。 わかりましたどうもありがとうございましたありがとうございました